皆さんこんにちは。演歌界の大御所として活躍を続ける石川さゆりさん、代表曲である津軽海峡冬景色や天城越えなどは今もなお人気を集め長年愛されています。そんな石川さゆりさんは過去に結婚し、一人娘であるさほりさんを出産しています。娘のさほりさんも美人だと話題になっていますが、病気を患っているという噂もあります。石川さゆりさんは1981年に元マネージャーだった馬場健二さんと結婚しました。結婚から3年後の1984年2月に愛娘のさほりさんが誕生しています。1984年にはうちのさほり姫、石川さゆりの愛、結婚、出産という単行本を夫婦で出版しています。本の内容からもさほりさんのことを溺愛していた様子がうかがえます。このような成長の記録が残っていることは親にとっても子供にとってもきっと嬉しいはずです。しかし1989年、さほりさんが4歳の時、石川さゆりさんと馬場健二さんが離婚しました。同じく女性自身のインタビュー記事で、石川さゆりさんは、私がいない間はシッターさんをお願いしましたが、やっぱりかわいそうだなという思いが残って、両親が家の裏に引っ越してきてくれたんですね。その後は2世帯住宅で一緒に暮らすようになりましたと語り、離婚後はご両親と同居していたことを明かしています。演歌歌手として多忙だった石川さゆりさんは、さほりさんに寂しい思いをさせたくなかったのかもしれません。娘のさほりさんの学歴については公表していませんが、人気演歌歌手の娘ということで芸能人御用達の名門私立の学校に在籍していた可能性が高そうです。さらにさほりさんはイギリスへの留学経験もあるそうです。このことからさほりさんは留学のプログラムなどが整った学校に通っていたのかもしれません。ネット上にはさほりさんは病気なのではないかという情報が散見されます。実はさほりさんは学生時代にイギリスへ留学した際、人種差別を受けた経験があるそうです。そのことがきっかけでさほりさんは心の病である対人恐怖症を患ってしまったのです。日本ではあまり人種差別など身近には感じませんが、海外に出ると肌で実感するほどの人種差別も存在するといいます。親元を離れて海外で過ごしたさほりさんはきっと辛いこともあったはずです。しかし2019年6月27日の日経ウーマンのインタビューで、石川さゆりさんはさほりさんとの関係性について語り、さほりさんの元気な様子を明かしていました。その後2人は雑誌で親子対談をしたり、2012年にはホンダフィットシャトルハイブリッドの CM で親子共演も果たしたりしています。動画や画像を確認すると、雰囲気からもさほりさんが美人だということが伝わってきます。また石川さゆりさんは同インタビューで、さほりさんの対人恐怖症の症状が落ち着いていることも伝えています。さて石川さゆりさんの元旦那馬場健二さんとの離婚理由がダブル不倫だったのではないかと以前話題になったことがあります。石川さゆりさんは1958年1月30日生まれで、現在63歳で独身です。石川さゆりさんの元旦那さんはホリプロのマネージャーだった馬場健二さんです。元旦那さんの馬場健二さんは1951年10月20日生まれで、2023年現在71歳になります。石川さゆりさんとはタレントとマネージャーという関係で出会い、1981年に結婚しました。多忙なタレントさんのお世話をするうちに恋愛に発展するというのは、当時の芸能界ではあまり珍しいものではなかったのでしょう。馬場健二さんは石川さゆりさんよりも7歳年上とのことなので、頼れる存在だったのではないでしょうか。結婚当時石川さゆりさんは23歳で、馬場健二さんは30歳でした。同年10月18日に挙式を行ったようです。1984年には長女のさほりさんが誕生しています。しかし結婚生活は長くは続かず、1989年に離婚しました。そしてその離婚の理由について驚きの噂が流れているのです。まず石川さゆりさんと馬場健二さんの離婚理由について、同居問題があったのではないかという説があります。石川さゆりさんは結婚後歌手として活動しながら馬場健二さんの実家に同居していました。
2020年3月1日の朝ゲイプラスには、馬場氏の実家の敷地に両親と同居の兄夫婦と子供3人、弟夫婦と子供1人、石川夫婦と長女さほりさんの3世帯4家族13人が住む大家族生活を送っていたことを公表しています。その後、記者会見で石川さゆりさんは、頑張ったけどダメでしたとも語っていることから、大家族の中で歌手と妻の両立が難しかったのかもしれません。もう一つ離婚の理由なのではないかと噂されていたのが、石川さゆりさんと俳優の内藤陽子さんの夫で音楽プロデューサーの北島治さんとのダブル不倫疑惑でした。北島治さんは俳優の北島麻衣さんの父親としても知られています。ダブル不倫疑惑が明るみになったのは離婚後の1991年でしたが、実は不倫関係はそれ以前から続いていたといいます。2016年1月7日の LIVEDOOR ニュースによると、知り合ったきっかけは発覚の数年前に石川さゆりさんのアルバムのプロデュースを北島治さんが担当したことだといいます。当時の週刊誌には、レコーディングの時、自分の夫と子供がいる前にもかかわらず、石川さゆりさんは北島治さんにべったりだったと書かれています。不倫当時、北島治さんの拠点はロサンゼルスだったのですが、石川さゆりさんと国境を越えて愛を育んでいたのだそうです。このように北島治さんとの関係が石川さゆりさんと馬場健二さんの離婚の引き金になったとも言われているのです。石川さゆりさんと北島治さんとの不倫疑惑が事実かは不明ですが、離婚の原因となった可能性も否定できないようです。石川さゆりさんは過去に金銭絡みのスキャンダルでも話題になったことがありました。その騒動には石川さゆりさんの元パトロンとも言われていた男性が関係していたとのことです。2020年2月29日の朝ゲイプラスによると、宮崎県内を中心に手広く事業を展開していたバブル紳士絡みのスキャンダルでした。この紳士は石川さゆりさんの有力なパトロンと見られていました。宮崎県内のゴルフ場のオープンに駆けつけた紳士所有のヘリコプターに石川さゆりさんが同乗していたと書かれたこともあったほど親密だったと言われています。しかしこの男性は破綻すした国民銀行や東京証銀などの多くの不正融資に関与しており、後に逮捕されることになりました。この男性が逮捕されたことで石川さゆりさんは金銭スキャンダルの渦中の人物となります。石川さゆりさんは元パトロンの連帯保証人となっていたことで、多額の賠償金を支払うことになりました。この賠償金の支払いのために当時さゆり御殿と呼ばれていた豪邸も売却してしまったのだそうです。この売却でしっかりと賠償金も完済したそうです。ちなみにそのバブル紳士は朱子田増男という人物だと言われており、2019年には亡くなっています。朱子田増男さんが石川さゆりさんのパトロンだったのかという噂の真相は不明ですが、自宅を売却していることなどから無関係というわけではなさそう。石川さゆりさんはこのスキャンダルが発覚した後、当時所属していた事務所のホリプロからも独立し、世間からバッシングを浴びたといいます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いいたします。